でも生きていける。仕方ないだろ。俺だって。この足だって、どうにかしなきゃいけないんだし。綺麗だな、光は。本当に。さらに作家だよ。それこそ、僕の人生だ。なるほど。異世界か。悪くない。あなたたち5人にはある任務についてもらう。任務？平和のための任務だ。俺たちがキャスティングを誤ったのか。じゃあ始めちゃう。さよ。この方たちを信じて。緊急だ。お腹すいた。いっぱい遊んだ。お兄ちゃん行こう。うん、行こう。江口の変なキャラが喋る。江口の変なキャラが歌う。江口の変なキャラが恋でペロペロして、ほんと変なキャラ。いや、変なキャラって言い過ぎ。フライドポテトを食べるためだ。そんなことのために。そんなこととはなんだ。フライドポテトは神が与えし神聖な食べ物だ。見てしまいましたか。いかにも。姫川がいるからな。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。どうした、降参するか。これでしまいだ。あの二人には何があっても絶対に負けたくない。ダメ。出なくても目の前で怯える少女くらいは守りたい。どんな困難があっても仲間のために、弱い人たちのために、剣を振るって悪を倒す、それが冒険者だ。男と生まれたからには一度くらいモテてみたいよな。先輩、恋愛とか興味あったんですか。私が付きっきりで教えてあげよっか。みんなに秘密にできる。もしかして俺。私たち似てるね。ダメなところも含めて。そういうところも含めて俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな。これからもよろしく。ないものたちと許されないものたちが、憎しみ傷つけ合う連鎖まで断ち切って、世界変えてみせる。星が割れる前。なんか風早くんはいつも通り普通なのに。いつも通り普通に見える。ダブルイビビってなどおらんわい。やっぱり王子、いや、スグル大王様のセコンドにつけるのは嬉しいや。おい、犬にはちゃんと首輪とリードをつけてなきゃな。戦いとは分かり合うための種。出会ったばかりに私たちは。この黒木を舐めるなよ。行くか。
する側なんだよ。頑張って鍛えろ。ごめんなさい、やっぱ心配だよ。大丈夫だってば。いいから引っ込めよ。そっちが、そっち引っ込めなよ。なんか青春だな。やっべー、飛行機乗り間違えた。昔から知っていた。だからジュン君に気持ちを伝えることはできなかった。私がそんなことをしたら今の関係が崩れてしまう。つまり私はただ臆病なだけだった。俺とこいつらの縄張りよ。うちによく来る子猫だよ。チーと仲良くなれそうじゃない。キャッチャー。きれい。避難させてください。大きなドラゴンが一頭村を襲いに来ます。早く走って。はい。ニコロ、今は君を死なせるわけにはいかないんだ。マメチーとゼオチャムのみんながアニメになったよ。助けてなんだな。マジっす。まだ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 いけるのかね。聞いたことないね。キュリャン。ナイス。芸能界を引退してずっと人目を避けてた。ミオは他の子と全然違う。だけど自分を変えてみたい。私が確かに救ったのだと思えた時、初めてそれが次への力に変わる。その凍えた心を灯してみせる。私だってヒーローだから。これは推理の連鎖で型がつく。面白そうだ。別にいいじゃねえか。何歳から冒険者やったって、何歳から新しいことを始めたって、そうだろ。冒険者たち、大和神科の討伐を命ず。神科、何なんだてめえらは。人と傍らは良き友になれる。見事皆守ってみせよ。しょうがないですね。お前は心の底から可愛いものが好きなんだって。あれはきっと先輩の特別だ。本当の僕を諦めたくない。来てみようか。毎日0時ちょうど、回答の2択のうち多数派が死にます。これは現実か。皇帝を倒す。私たちは仲間。キスされたくなった。マオ、どうして気づいてしまったんだろう。始まる前に終わる恋なんか気づきたくなかったのに。で、話ができる仲間だ。仕事の同僚か。なんか嬉しいな。クレイさん、これからもよろしくお願いします。あ、ダンジョンの中の人。
これは一人の少年が世界を覆す物語。杖と剣のウィストリア。トランプの心が乱れぬように努めるのが我らの役目。誰、僕を恨むか。渦巻く陰謀と意口か。望むところです。金太とユイがわしの道具を作ってくれた。見る手が米を炊き、さらなる力をわしにくれた。一人ではない、皆がおる。これが米の力じゃ。殺すにゃプリャッカカリビョンナドリアミニャトグチ。悪い、戦役だ。行こうぜ、アーリャ。俺たち人類庇護庁で同じ部隊にいただろう。なんで誰も本当の世界を覚えていないんだ。家とか塀とかピョンピョンって。何しに来たの。多数接近できるな、 2B ポッド NFC モード2。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。かっこいいって、誰かにダメって言われても自分が好きなら止められないって。すごいぞ。本物のリリエルだ。すべてが破壊されていく。死なせてください、私のことも。では死になされ。死の淵の淵に立たされてこそあなた様の中の英雄は輝く。契約の儀に臨むはいかに。なぜそれを望む。私が何者で、どこから来て、どこへ行けばいいのか知りたいんだ。勝手に召喚されて、勝手に勇者にされて、勝手に。もういいですか、カスゾラ。見苦しいやつ。いい加減にして。生きるために殺せ。くたばれ、クソ女神。街の至る所にステッカーを貼り回る。電柱、外壁、お店にも。ステッカーを貼り回る中で様々な犬たちと出会い、繰り広げられるほのぼのライフ。なんで昨日の私はあんな愚行を。本当の私。おっしゃー、配信始めるぞ。オノレラ、人間じゃない。何なんだお前は。ドラゴンを食べて強くなる。ドラゴンイーターのみの魔導士ギルド、ディアボロス。お前たちには渡さねえ。お前ができないことに不満があるようでした。僕たちから生まれてきた。そう感じるだけの単なる不具合です。嬉しい時、それは奇跡って言うんじゃないか。これは私の理想のため。いや、僕ら主役の日々。アッケン、アッケン、アッケン。
私も作ってみせる。父さんのような誰かを幸せにする魔道具師になる。それが私の目標、魔道具師ダリアの夢だ。楽しいとは思いません。どうしてそんなに動画にこだわるの？決めたんだ、登録者100万人を目指そうって。一緒にやろ、最初から。真夜中パンチやるっきゃないでしょ。そこには女神様がいるらしい。あの忌々しいファミリアを完膚なきまでに叩き潰せ。大丈夫よね、あんな子たちに負けないよね。逃げ出した4人の私、これでこれからの私の1年が、そして私の将来が決まってしまうかもしれないと思うと、嫌がおうでも気合が入りまくります。書きますよ、えいや。行くんだ、この先へ、もっと下の階層に。いつかダンジョンの謎を解き明かしてみせる。モデルの私弥生と幼馴染のカズト君、二人で突然の同居生活がスタート。夜遊び暮らし2024年7月放送スタート。だいぶ違うな。まかないできたぞ、あかねこスペシャルだ。いただきます。夢中になれるもの、スポーツクライミング。あなたの才能が必要なの。そうか、わかった。まさにこれは岩のパズル。オロゴロー君、オノゴロー君、オノ君、よしゅオノ、オノゴロー君、オノ君、リンガ率のお兄さん、オノ君、ゴロゴロ。この戦いからは逃れられない。敵だから容赦なく、遠慮なく倒す。ガンゲイロンナイン210月より放送開始。何を捨てた。カラカサよ、お前を切り清め沈める。